おはようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は千葉県にありますウエスタン浦安柳通り店様にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。本日の抽選が103分の34ということで、スマスローバイオハザードビレッジ、こちらのお店さん4台あるんですけども取れず、第2候補のスマスロー先行乙女4乙女調査稼働台で今日はやっていきたいと思います。現在は、スマスローバイオハザードビレッジ取れなかった戦国乙女っていう、戦法で、来てるんですけど、まあ、状況に応じてバイオ RE2 も打とうかなと思っております。ということで今回は、戦国乙女4乙女調査なんですけれども、まあ、これまで打ってきて気づいたことなど、多々ありますんで、そこの辺も、触れていきたいなと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それではペルペルダブルパニックスマスロ戦国乙女4乙女調査やっていきたいと思います。稼働台です。居心地の良い稼働台で始めます。で本日が、サボ G というこのウエスタン系列さんのイメージキャラクターがいるんですけど、そちらの誕生日ということでフリーズ5回、プレゼント、したいと思います。よろしくお願いします。さあそれではスタート。今日ちょっとねスマスロバイオハザードビレッジ狙ってたんですけれども、4台あって1桁番号で、埋まりということで、ちょっとねしばらく打てないんじゃないかなと思いつつあります。今日は、戦国乙女41日、大移動なしで打ちます。やっぱ大移動は良くないっていうのを去年2023年学びましたんで、まあ、昔から大移動は基本的にしないんですけども、去年はちょくちょくしてしまって後悔をしたことが何回もあったんで、大移動は、まあ、今年しないをテーマにいきたいと思います。17前兆始まってるか、設定変更時は結構浅い規定ゲーム数が選ばれやすい説らしいんですけども、ただ天井とかは短縮されないんで普通に A 点行く時もありますが、実戦上なかなかないですね朝一 A 点っていうのは。結構天国っていうか100ゲーム以内だったり、まあ、200ゲームぐらいで、当選するっていうのが多く見受けられます。40ゲームステチェンのところで契約でプラスポイントゼロになったときはそのポイントゼロでチャンスゾーン当選濃厚かなと思います。あのステチェンのアイキャッチ3種類あるらしいんですけれども、さっきのがデフォルトで、次があの下パネルの全員集合してるやつで、もう一個が金色のやつがあるらしいんですけど、まだ見たことないんですよ。でもその金色のやつでリロックしたらフリーズ濃厚らしいです。まだ戦国乙女4見てない演出たくさんありますんで、今目標にしているのが上位 AT 中のフリーズなんですけど、もう一つですね出陣の時、ひらがなの出陣の時、このメニュー画面開くとここにあるんですけど、これまだ引いたことないんで、確か通常時のボーナスの256分の1、そろそろだと思うんですよ。軍技突入時のレバーオンで楽曲変化するとおそらく AT 直撃かなと思います。でこの演出でリプレイ否定したらグミが通過するんですけども、リプレイなんで人が通過、ただいっぱいいたんでチャンスアップ、これはないさあ100ゲーム以内は当選せず、ただ100ゲーム以内に当選したからといって天国、まあ、AB あるんですけども天国とは限らないらしいんですよね。通常 A でも100ゲーム以内に当選するっていうパターンがあるらしいんで、必ずしも100ゲーム以内の当選が天国とは限らないと。赤いね、赤いですよ、赤で、緑のエマ強チェリー自体でチャンスオン抽選されてるんですけども、それで当選してる可能性もあります。だからこのあと2個チャンスオンが出てくる時があると思うんですよ。
強チェリー分と強チェリーで減算したポイント0分。ビジョンがかかんないんですよね。合いました。261ゲーム、これで2分の1ですね。で、チャンスを突入うち 0.6% ぐらいでプレミアム乙女アタックいくらしいです。ノーマルプレミアムの時はここにプレミアムアタックって出ますね。まあデフォルトがここなんですよ、まあ、今回は普通の。ただ内部的に表示がプレミアムじゃなくても内部的にプレミアム乙女アタックがあるらしいん でもし半分ぐらい吸引したらそれに当選してる可能性あると思います。まあだいぶ薄いと思うんですけど。で1人目秀吉の時は実戦上 40% ぐらいで吸引になります。なるほど。結構秀吉ってか1人目の時は吸引になりやすいんですよね。ない。640ゲーム、おそらく通常 B の戦長だと思います。総投資22本。ノーデフォルト画面。17ゲームです。白夜ステージ、まあ外れ本戦場期待度 45% と言われておりますけれども、これ天国もう50ゲーム以内に当選したら天国 B の可能性あると思うんで、とりあえずここは当たっててほしい。いやー赤文字以上で決まりないか。あまり期待しないでおきましょう。チャンスはパターン1回のみ。おお46ゲームボーナス早かったですね。ワンチャン天国 B に飛んでる可能性ありますんで、次も天国 A になってるか B になってるかどっちかです。これですよ戦後乙女法は。ここで何か引いてるか、あ引いてない。 1% 取りました。このベルなのかその前のやつなのかちょっと分からないですけども、ようやく AT です。そして天国ループに期待できるシチュエーションです。今50ゲーム以内に当選したんで天国 B にいた可能性があるんで、次天国 A に移行するかどうか、天国 B の後は天国 B ループか天国 A かどっちかに行くと思うんで、一応3人画面。さあ初強化ラッシュいきます。でここ達眼スタートノーマルで、最近あの日本バレですね、もうこれ。そしてキャラクターこれなんですよ。このね同節さんの走り方、これかなりミソポイントとなっております。もう最近同節さんしか選んでないです。28から32ゲーム以内でこの上の回廊に行くのが基本パターンだと思うんですけれども、今回25ゲームです。ちょっと早い。ただ天国の後半だったらこの初期50ゲームじゃ間に合わないんで、10ゲーム乗せれば間に合うのか20ゲーム乗せたら間に合うと思うんですよ。まあ、黄色ですよ黄色、これベルフリーズの可能性ありますよ。あベルフリーズじゃない、本前調子さですね。また50ゲーム以内なんで天国 B から天国 B に移行している可能性ありますね。いや天国 B ループ、あーパスワード入れるやつ、さあ出陣ボーナス39ゲーム。さあ行きます、辛抱覚醒やらないとダメ。
ない。とりあえず4ゲームは耐えます。早い。ただこの後また天国ループしてる可能性ありますね。ここラスト10しかないんで60は乗せたいな。確かソーリーはベルの 25% で上乗せだったはず。 OK 気をつり。でかい、これはでかい。にゃー、チャンス目。順調すぎる。これでボーナスコ10ゲームもらえるんで65、75間に合いますね。天国行ったら間に合う。ジャクシェ、さあラスト。お、乗ったね。ラストで多分この行くゾーンは乗せ、あ、でもちょっと遅れた気がするんですよね。 OK 85乗せです。いやでもデフォルトか。ソーリンで85ゲームはだいぶやれた方だと思いますよ。来たよ。説ありますんで、あの1個前の履歴、今回右左中なんですけども、履歴続く説あります。ただ今回この台は続いてない。なので右左中やりたいところなんですけれども、右左中逆バサミは個人的にはやらないんで逆押しでやります。ただここで右左中だった場合はもう正解と、しますんで。そう正解で、逆バサミしてもいい方だったらもうこういうのはもう正解できますね。もう個人的には本当に逆バサミはできないんで、ただこれは正解でした、はい、結構同じ押し順続きやすい説だいぶ高いと思うんで、105ゲームです。パンスケ、弱レア役は確か 50% だったような気がします。いやー第1ない616枚です。4か、うん、一応チャンス祈願です。一応 OK いった。これはやばい。9の3です。乙女アタックでいきましょう。オーガーを倒して、おい、リロック。チャンス目か、白。強いんすよね、コタロー。カットインはデフォルト。さっきのチャンスゾーンはじゃない、さっきのポイントゼロは強チェリーからのポイントゼロ、強チェリー自体のチャンスゾーンに当選してる可能性ありますね。これチャンスゾーン後即煽り、ちょっとチャンスゾーン入るかもしれない。チャンスゾーン入ったら強チェリー自体でのチャンスゾーン当選してたプラスポイントでもチャンスゾーン当選してたが濃厚になります。これもし出てきたらで、逆にここで出てこなかったらさっきのチャンスゾーンは
チェリー分なのかポイント分なのかがわからない。強チェリーからのチャンスを当選率6で 2.5% ぐらい、1で 1.何% ぐらいです。この演出は 90% 期待度、1回だけ外したことあります。あ、強チェリー自体でのチャンスゾーンと、ポイント自体でのチャンスゾーン両方当選してたパターンです。今回は熱いね。設定差ありますよ、強チェリーチャンスゾーンは。リベンジ戦、強いんです。おー待って、大がいて、これ霊薬否定したら確定で、ヒレイール下段にクローバーがいい。いやーチェリーかー、だったら強チェリー、オッケー。ただ次で引きたかった、次も引きましょう。カットイノー、コウタロ強い。来てますね。ふさあ、トーセスとソーリン2人です。 OK、 286ゲーム、ご覧に。さあ、チャンス告知。お、何も引いてないですよ。簡単でした。お、まさかの目押しミスですよ。6ゲームで告知、何も引いてないんで 1% を取りましたね。継続。あ、一応告知はされなかったですね、3人画面で。ソーリン、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 信長でした。今回はとりあえず4ゲームは耐えないといけない。 OK、 戦後乙女4は麻酔が効きますんで、ダメだ今日も。いやー、あと一歩だった。お、やってしまいました、白ナビでしたね。200欲しい、ベルフリーズ、オッケー。ようやくか、まさかのソーリンでベルフリーズ。白ナビでプッシュボタン出なかった時点であれで違和感だったのかどうなのか。そう、白ナビベルの時は大抵プッシュボタンで5ゲームっていうのが多いんですけど、さっきプッシュボタン出なかった、そこで気づくべきでしたね。さあ115ゲーム、また3人の画面。残り172ゲーム。さあ AT 初当たり時なんで50ゲーム以内に当選率 14%。 いやー215ゲームです。大外バトル、いやー673枚です。なくはない。あー、ないかー。チャンスアパターン最低一つは欲しいんですけれども、ないかー、ない。650天井ですね。お、これ強中。うわー、必勝祈願。おい、これはいったでしょう、チャンスゾーン。さあ
吸引アタックでいきましょう。 OK、 556ゲーム。さあパーフェクト狙って、これはでかい。家康さんこの後が大事。もうこの後はもう家康さんはエピソードなんで、この後全部出陣ボーナスになります。これは熱いですよ。信長氏政で取りたい。で次信長取れたら信長以上の出陣ボーナスできますんで、レア役レア役。おい、これ遊牧だよ。おい、来ないけど OK、 来ないけど OK。 いやー、やりましたね。あ、重ねて、これ379人目オールスターズ、そううまくはいかない。オッケー、家康さんと信長さんです。さあ信長以上できますね。これ吉輝とか出てきちゃったら大変。おお、氏政、いやー、ようやく。さあエピソード中は、あの通常時の戦国乙女ボーナス中で AT 確定した後の抽選と同じくです。今日チェリー 55% で大貝バトルのストック、第三停止押したところでピカピカピすれば大貝バトルのストック、ここ大事。55% 取りました。さあ信長いますんで、この後出陣ボーナス、信長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 何か、ここがね今日一番の勝負どころかもしれないです。いきます。あー、辛抱覚醒、4ゲームは耐える。オッケー、すげー、オッケー、あと2ゲーム。おお、いけるか。おい、来ました。ここまでやったことないところですよ。辛抱覚醒、出陣ボーナスの辛抱覚醒まだやったことないです。さあ 3.2 分の1の白7揃いで決着です。麻酔を使います。いやー、嬉しいんだけど嬉しくない。まだですね、時はまだです。さあリプレイレア役で50ゲーム以上の上乗せ信長さん、ナビなしが熱い。オッケー、強乗せ250、まあ最低50。ノー、リプレイ揃っただけでも50ゲーム以上ですからね。リプレイ、あー50。あ、待って、セグがないんで、しかも左ファーストなんでね、これがねまたミスですよね。もう左ファーストはもうリプレイ。さあちょっとね200の振り分け欲しいですね。50、あと1ゲーム。
ナビなし。とりあえず中段にリプ。最終ゲームはもう第3停止離した後に告知。ダメだ、150乗せです。 OK です。いや OK じゃないな、ちょっとね辛抱覚醒取れなかったのがすごく痛い。お、久しぶりのチャンスね。ボーナス高確率中、 25% チャンス目です。でここのビジョンですよね、青。でボーナス高確率13ゲーム固定なんですけども、さっきチャンス目引いたんでまた13ゲームに戻ると。 25% は取れてない。いやー待って、179で回廊ということはさっきのチャンス目でまだ前兆がつながってますね、続いてます。規定ゲーム数の可能性はなくはないですけれども、今185ゲームだ。もうこれはもうボーナス高確率中 の、 あのチャンス目 25% 取ってのボーナスに1票入れます。助かりました。残り40ゲームのところ190ゲーム OK。 さあもう1回リベンジしたいけど、信長さん、信長さん、ノーカスケ、ベルで上乗せ大チャンス、確か 50% だったはず。オッケー、65乗せです。デフォルト画面、さあ115ゲームで号外バトルです。ジャック攻撃、あ、違う、エピソード中に強チリで大外バトルのストックしたんでここは勝ちます。忘れてました。開いちゃいましたね、開いちゃいましたよ。100以上、100か、どんだけ薄いところを持ってきたんでしょう。さあ元近さん星3つ、さあとりあえず出陣ボーナスをストックさせないといけない。チャンス目、オッケー、重ねてます。弱視、ただ技が弱い。10、いやとりあえず倒れておかない。さあ4戦目、とりあえず10戦はいかないとダメです。内政さん星4つ、オッケー。さあ5戦目、確か 33% で出陣ボーナスゲットできたはずです。さあ確か5の倍数は追撃は発生するはず。いや技が弱いな。ないってことは10戦までいかないとダメですね。いいね、ワンチャン 80% ありますよこれ。7戦目、 OK、 ちょっと倒れるんか。
145ゲームいやー家康さんで倒れてしまった。7000ストップです。おい、リロク2段階で確定ボーナス効果口は、おい、いかない。チャンス目 25%、 もう1回取って やりました。また高額中のチャンス目 25% 刺さってのボーナスだと思います。さあ乗せなしです。ノー表示リ、いや、ここで波紋来る。73か、規定ゲーム数だとしたらそこそこ早いところですね。再電は行くか。ボーナス効果率の強チリ 50% でボーナス青エフェクト。さあちょっとこれ重なってますね、ゲーム数の前兆と。いやーちょっと弱いか。いや、います、砂嵐来てるんで、います。普段だったらもうここでもうピタッと止まるんですけども、砂嵐の煽り来てるんで、これは規定ゲーム数か。あーちょっと分かんないですね。さっきの広角強チェリーの可能性もありますけれども、95ゲームさあ行きましょう。どっちかで当選です。お、家康さんいますね。ここは絶対に継がないといけない。オッケーオッケーオッケー、いけない。ベルフリーズで上乗せ高確率、確かベルジの66分の1でフリーズですね。待って、これはカットインは確かベルフリーズです。ベルフリーズじゃない。100 150、 OK。オッケー、フリーズ1回で 150M 乗せ、現在1300枚、残り273ゲーム、ここからですよ。さあ30乗せです。さあ213ゲームで大貝バトルです。確かストックはなかったはず。2486枚、規定ゲーム数当選。今2591枚あります。総投資が22本のまんま。349ゲーム規定ゲーム数当選です。持ちコイン。さあ残り2078枚、ここでやめですね。152ゲーム、153ゲーム、ここで乙女調査、終了したいと思います。投資が1012枚で回収が1878枚ということで、サマイ数がプラスの866枚ということで、今日は乙女調査この辺で終了したいと思います。店内の方は、ダブルの調査、今回の、ウエスタン柳通り店様の、ダブルの調査こんな感じになっております。
今日はちょっと苦戦しましたが、もう一歩で、辛抱覚醒できたんですけども、ちょっと今日麻酔の効き加減が非常に悪かったんで、次回こそ出陣ボーナスのところでの辛抱覚醒まだやったことないんで、そこを狙いつつ、今日もフリーズ引けなかったんで、ちょっとねまだ2024年フリーズ引けてないんで、戦国乙女の方で、この後連続で、引けると思います。はい、ということで今回はペルペルダブルパニックウエスタン浦安柳通り店様でした。最後までご視聴ありがとうございました。